クリストファー・ロイドは、アメリカ合衆国コネチカット州、スタンフォード生まれの俳優。ドクコと、エメット・ブラウン博士を演じた、バック・トゥ・ザ・フューチャーの大ヒットで、世界的に有名になった。高校時代1938年、歌手の母親と弁護士の父親のもと、コネチカット州スタンフォードに生まれ、高校卒業まではそこで過ごす。役者としてのキャリアは14歳の頃からで、19歳に、 なると、ニューヨークへ移り、ネバーフットプレイハウスにて、サンフォード・マイズナーに指示。しばらくしてから、ブロードウェイデビューを果たすと、真夏の夜の夢や、ハッピーエンドなどのミュージカルや戯曲に出演し、キャリアを積んでいく。最初にメジャースクリーンに登場したのは、ジャック・ニコルソン主演、ミロス・フォアマン監督の、格好の巣の上で、同作品では、もともと舞台において、 同じ役柄を演じており、それが高い評価を得たことにより、映画にも出演することになった。その後も着々とキャリアを重ねたが、特に、ドクこと、エメット・ブラウン博士を演じた、バック・トゥ・ザ・フューチャーの大ヒットで、日本を含め世界的に有名になった。この役柄では、サターン賞にもノミネートされた。アメリカ本国では、毒役以外にも、ジャド・ハーシュ主演の人気シットコム、 タクシーに登場する、元ヒッピーのジム・イグナトースキー役でも有名。同役では2度のエミー賞に輝き、番組内では若き日のトム・ハンクスとも共演している。バックトゥ・ザ・フューチャー以来、しばらく、ロバート・ゼメキス監督作品の常連として、バックトゥの三部作すべてに加え、ロジャー・ラビットや、世にも不思議なアメージング・ストーリーなどに登場した。90年代初期に出演した。 バリー・ソネンフェルド監督のアダムス・ファミリーシリーズのフェスター・アダムス役も当たり役となり、ラウル・ジュリア演じるゴメズ・アダムスのきっかけで不気味な風貌の兄をユーモラスに演じた。日本でも同作品は大ヒットを記録。バックトゥで共演した名優のマイケル・ J ・フォックスやリー・トンプソンラとは同作以外の映画やテレビでも共演している。1994年に出演した。 風と共に去る20ドルでは、インディペンデントスピリット賞を受賞。2007年に、アメリカのマイクロソフトの CM で再び、ドクコと、エメット・ブラウンを演じた。2008年には、舞台で、ハリウッドのコダック・シアターにおいて、クリスマス・キャロルのスクルージ役を演じ、ジョン・グッドマンと息のあったコンビを見せた。2010から2011年にかけて、テルテイル・ゲームズから発売された。 アドベンチャーゲーム、バックツーザフューチャー、ザ・ゲームに声の出演をし、声優として再び、ドク役を演じた。2011年に、ガルバリーのアルゼンチン社の CM にエメット・ブラウンとして出演。同時に、CM 撮影のためだけに、テロリアンを一晩だけアルゼンチンに空輸する。内容はドクが1985年からタイムトラベルをして、アルゼンチンのエヴ カビルドにあるガルバリーノに電化製品を買いに来るというもの。前後の演出など BGM がリアル。また同年、ナイキがバックトゥザ・フューチャーパート2で使用されたモデルのシューズを限定販売したことに伴い、その宣伝用映像でもエメット・ブラウンを演じた。2015年10月21日、ジミー・キンメルライブのコーナーにマイケル・ジェイ・フォックスと共にデロリアンに乗って登場。 毒を演じ、映画と実際の2015年の様々な違いに、驚くというショーを行った。カリフォルニア州の高級住宅地であり、ハリウッドの著名人が多く居を構えていることで知られる、モンテシトに邸宅を構えていたが、2008年11月13日に、発生した山火事の炎症により、同11月14日に自宅が全焼してしまう、被害を受けた。1959年に、 最初の結婚をするが、1971年に離婚。その後も結婚と離婚を二度繰り返し、1992年に現在の妻と再婚している。非常にシャイで公の場には滅多に姿を見せず、またインタビューなども一切受けない俳優として知られる。ただ1990年に来日した際には、日本のワイドショーに出演し、林家小部平らと共演。 通訳を介して、アナウンサーらによる質疑に答えた。アメリカのテレビ作家のクリストファー・ロイドとは、同性同名で別人である。前述にもあるが1990年に、バック・トゥ・ザ・フューチャー・パート2のプロモーションで来日し、ゼニガ型平時の撮影現場を見学しに、京都・渦政を訪れている。主役の北王子金谷に、 十手の使い方を盛んに尋ねたり、役者と記念撮影を行うなどの交流が行われた。役者として同作に参加していた、南とよかはロイドを、私的で穏やかな人物だったと評している。2012年、ハリウッドコレクターズコンベンションへ、出席するため再来日した。ありがとうございます。